平成26年5月6月場所は終盤7日目に入ります。牛乳パックで神相撲実況中継です。実況担当はいつもの通り私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあ優勝争いです。ご覧の状況になりました。全勝は大関の白石島ただ一人6連勝、追いかけるのがなんと2横綱霧ダンサー清水館、さらにベテラン東くんに平幕パンケーキちゃんという、そういった状況で終盤戦を迎えます。解説の海坊主さんに一言伺います。はい、白石島が久々にいい状態で終盤まで来ました。追いかける二横綱という構図になりましたが、いかがでしょう。まあ、白石島はやっぱりプレッシャーがかかる立場ではないので、まあ、やっぱり伸び伸びと相撲してるなっていうところと、はい、まあ、横綱が二人ともまあまあまあ、まずまずの調子で来てるのは、まあ、やっぱりいいなっていうところがありますね。特に新横綱の清水館が、はい、まあ、横綱という重圧にも負けずここまでよく頑張ってます ね。よく食らいついてるなと思いますね。そうです。史上初の3連覇という期待もこれはかかりますね。いやー、まあそこできたらやっぱり本物でしょう。もう大横綱への道を。そうですね。ねえ、はい、そういった期待もかかるわけであります。そういった意味ではまあ横綱長く守っている霧ダンサーにも久々の優勝という、そういったものもね期待する方も多いでしょう。今日の取り組みはご覧の通りが組まれております。十両2番そして幕内の取り組みです。まずは十両の取り組みが始まります。牛乳パックで神相撲。平成26年5月6月場所、これより7日目十両の取り組みであります。ヨット丸に住川丸、東方ヨット丸、東十両2枚目、神奈川県出身、神奈川部屋。西方住川丸、西十両5枚目、札幌出身、みのり部屋。これより十両の取り組みであります。さあ十両の取り組みが始まります。まずはヨット丸ですね。ヨット丸1勝2敗です。住川丸ですが1勝3敗、こちらはすでに負け越しが決まっています。十両は9日間のうち5番相撲を取ります各力士たちです。さあ新十両のヨット丸、押し相撲出るかどうか、対するは住川丸、浴びせがあるかどうか、2勝目を挙げておきたいところです。住川丸、制限時間いっぱい、よしみやってぶつかりました。のど合わせ三河丸、ヨット丸が左のまし取って上手投げ、ヨット丸の勝ち。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げでヨット丸の勝ち。左のまわしが入ったヨット丸、豪快な投げでした。そうですね、三河丸も前に出て攻めたんですけれども豪快に今入りましたね。見事でした。左のまあまわしが入ってからもうすんなりとという感じでありました。三河丸は浴びせにもう少し早く行きたかったところです。勝ったのはヨット丸、2勝2敗と星を五分に戻しています。敗れて住川丸1勝4敗、こちらは、負け越しとなってしまって4敗目を喫しています。エベツ丸にナース藤曲がり、東方エベツ丸、東十両5枚目、エベツ市出身のっぽろ部屋。西方ナース藤曲がり、西十両筆頭、静岡県出身アンビック部屋。エベツ丸1勝3敗、こちらベテランすでに負け越しが決まっています。ナース藤曲がり新十両で2勝1敗、さあ今日勝って勝ち越しを決めれば新入幕が見えてきます。土俵際での強さもあるナース藤曲がり。十両最後の一番、エベツ丸はくるっと回ります。制限時間いっぱいです。両者見合って、強引投げで、ぶつかりました。突っ張り合いになって突き倒し豪快、ナース藤曲がりの勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してナース藤曲がりの勝ち。これは豪快な勝ち方で、しかもこれは勝ち越しですから新入幕の可能性が出てきました。まあ、ナース藤曲がり堂々としたいい相撲ですね。この一発の強烈も最近見れるようになってきましたね。
そうですね。勝ったのは永瀬藤曲り、3勝1敗勝ち越しを決めています。そして十両の優勝争いもこれ食い込んできました。敗れた別丸ベテラン1勝4敗となってしまいました。十両の優勝争いここで紹介いたしましょうか。十両の優勝争いなんですが、今日永瀬藤曲りが勝ちましたので、このあと十両、まだ登場する力士いるんですが混戦なんですよね。ですね、ご覧の状況になりました。はい、1敗で4人です。グミサワ熊兄弟、今日は取り組みがありません。永瀬藤曲り勝って3勝1敗としています。羽子板 3D1、 このあと現在2勝1敗でこのあと、幕の内で相撲を取ります。太陽泣きたこまちエンジェルとの取り組みです。そしてワンパクも3勝1敗。そう、十両の優勝争いベテランともう新十両がそうですね、入り混じっていますが、一言お願いします。まあ、ワンパクがここでこうまだ残ってるっていうところがいいですね。まあ、年齢も上がってきてますけれども、そこで元気いっぱい頑張ってほしいところですね。十両の優勝争い、今場所も混戦となっております。三役力士の土俵入りです。東方より三役力士土俵入りであります。さあ、ぜひ皆さんタイムライン上でよいしょの掛け声をお願いいたします。東方三役土俵入り、先導は小結ティコツーミ、千歳出身ホボピンベア。ティコツーミ1勝5敗、すでに負け越しが決まっております。5連敗中です。今日は江ノ電丸との取り組み。関脇千歳ソードマン、千歳出身千歳ベア、2勝4敗の千歳ソードマン、もうすでにこの時点で大関の返り咲きがなくなっています。今場所です。さあ、今日は高尾さんとの取り組みが組まれています。関脇清水ロケット、清水町出身清水町ベア、まさかのこちらも負け越しです。1勝5敗。今日は江戸みどりとの取り組みです。関脇与一山、与一町出身大久海ベア、3連勝の後の3連敗、上位戦勝てませんでした。今日は高畑不動明、式神残機にとの取り組みです。大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、4勝2敗の後楽園、横綱昇進は来場所の横綱昇進はもう難しくなりました。今日はパンケーキちゃんの挑戦を受けます。最後は大関白石島、岡山県出身春日部部屋、6連勝ただ1人、全勝を守っています。今日は清水館との取り組み。さあ、横綱戦が続きます。白石島です。さあ、皆さんでは一緒によいしょの掛け声をお願いします。タイムライン上でお願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ、こらの土俵攻めんだよね、土俵攻めんぞ。6人いますからね、今日ね。でかい力士もいますからね、ティコツ。大変ですね、今日はね。バトルロイヤル状態でしたね。東が6人もありました。代わって西方三役土俵入り。先導は小結び東くん、札幌出身東くんべ。5勝1敗、ベテラン元気です、東くん。今日は横綱挑戦、キリダンサーとの取り組みです。最後は関脇江戸みどり、東京都出身ほぼピンベア、江戸みどり3勝3敗という状況で終盤戦です。今日は清水ロケットとの取り組みが組まれてあります。さあ、では皆さん、また一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ、こらの寂しいんだよな、2人しかいません。これもまた珍しい感じがいたします。牛乳パックで上妻実況中継、平成26年5月6月場所7日目の取り組みです。さあ、ここで基本ルールの紹介をさせていただきます。身長 6.5 センチまで、片足の長さ 2.7 センチまでという規定の範囲の中の力士たちです。四股名は地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいております。年齢の概念もあります。今場所各力士一つずつ年齢が加算されています。
終盤になれば番付、来場所の番付が非常に気になるところ。前頭10枚目前後以下の力士負け越してしまうとトーナメント戦に出場しなくてはなりません。まあ、入れ替え戦のようなものが待っているわけです。新しい力士との入れ替え戦、そういったものも行われます。まあ、番付特にこの本場所から出られなくても、引退という即引退というわけではありませんので、まあ、長く活躍する力士もおります。そういった力士を応援するというのも良いかもしれません。さて中入りのコーナーでありますけれども、激闘5月6月場所プレイバックということになります。今日ですね、平成25年、昨年のこの5月6月場所を振り返るというふうにいたします。昨年の相撲をご覧いただきましょう。まずはこちらの映像ですが、あっと大変失礼いたしました。今画面が止まってしまいました。画面が今真っ暗になりますがご了承ください。声だけ聞こえてくるそういう状況になります。ご了承ください。少しの間すみません。さあ、25年、平成25年、まあ、昨年はね、うん、終盤大混戦になりました。覚えてますか？平成25年5月6月場所、あの与一山がね、はい、優勝したという場所なんですけれども、いやだから本当ね、与一山その後こうね、今ちょっと調子が悪くてまた上がってきてる状態なので、与一山あれなんですかね、はい、夏男なんですかね。そうですよね、うん、その点ですから今場所はまあ特に期待がされてたんですけど、はい、ですけれども、あ、ちょっと待ってくださいですけれども、あの3連勝の後、はい、3連敗というね、ちょっと、うん、残念という感じになっております。さあ画面が今戻りますかね。はい、戻りました。今日の取り組みをご覧いただいております。プレイバック映像ですけれども、ちょっと来ませんか。プレイバックできない感じですね。ちょっとお待ちください。ではその間、海坊主さんによります漫談を。はい、漫談の話来ました。漫談の話。漫談の話。漫談の腹痛が痛いみたいな感じになりますけどもね。最近ワールドカップね、始まりまして、まあ、日本戦、この間ありました。で、コートジボワール戦なんですけれどもね。で、まあ惜しくも、まあ、日本敗れたわけなんですけれども、まあ、久々にこうね、我々、僕ねその日、まあ、バンドのメンバーとスタジオ入る前にあのパブリックビューイングで実は、コートジボワール戦見まして、でこう500インチぐらいのね、でっかい画面でこうみんなで、見るっていうところがありましてですね。で、そこはもう1500名ぐらいが入れるようなこう座席があってね、まあ、映画館のような、形になっているような、まあ、ホールだったんですけれども、で、まあ、まあそこでこうメンバーと並んで座っていましたら、まあ隣に老夫婦が、映像の準備ができたようです残念だな、落ちまで行けなかったな漫談の話でした全然行ってないじゃないですか、落ちまで行かなかったっすね。さあそれでは、気になる方はキラキタの反省会で反省会でも喋る時間あるかな。ないっすよさあでは、お送りいたします。平成26年ではなくて平成25年の、プレイバック映像をご覧いただきます。まあ、この場所は大混戦となりましたが、一つの時代が終わった場所でもありました。お送りしましょう。
どうぞ。いけるかな、いけるかな、はい、こちらの映像ですね。さあ、こういったね、一つの歴史が終わってしまったという、そういったこともありました。札幌関、元大関札幌関がこのドラゴン江別支援で敗れて引退となりましたね。この映像違います、ごめんなさいこちらですね。6日目にはまあ当時平幕同士ですよ、そうです、ね、ライバル決戦がありました。まあこの当時もね、力強い戦いでありましたけれども、ね、今でも押し合いっていうのがね、はい、行われています。今場所も対戦がありそうです。そしてこれが7日目の映像です。あ、8日目ですね。清水館と白石島、今日取組が組まれています。押し合い、白石島が土俵際まで追い詰めたんですけれども、くるっと体をひっくり返して清水館が押し込んでいったという。この時ですから清水館が初優勝するんじゃないかなんていう、そうですね、そんなような展開になったんですが、そこに現れたのは与一山、8日目後楽園戦、押し込まれます。土俵際に追い詰められます。もうこうなれば後楽園の流れなんですけど、与一山が体を浴びせて残しました。まあこの頃からですよね、与一山が粘りの相撲をするようになったという。そうですね、もう頭をつけてしのいで土俵の真ん中まで戻して、そして今度は与一山が押し込みます。後楽園も土俵際まで行けば一気に押し切れる力ももちろんあるんですけれども、そうですね、ただ気づけばこの時両者平幕ですね。まだもう平幕の相撲ではないですよね、もうね、ここまで来たら ね、今では与一山が関脇、後楽園が大関、はい、そして今場所はね、綱取りもかかってたという後楽園です、うん、土俵際与一山が押し切りました。指怪我しましたね、この時あなた。怪我してたんですね包帯巻いてますね。指切った時ですね、これね。そうですね、で、名勝負集の中からこちらの映像をお送りしますね。千秋楽です。こういう状況、清水館と与一山が先頭だったという優勝争い。千秋楽、江戸緑が千秋楽戦ですね、与一山後ろを取って送り倒し、与一山が1敗を守りました。そしてもう座布団も舞いましたけれども、清水館は霧ダンサーに挑戦、内掛けで勝ちました、うん、今やこの清水館が横綱ですもん ね、1年経って、やっぱり怪我してますね優勝決定戦はこの両者でした。平幕同士の優勝決定戦だったんです ね、それを考えれば、与一山対清水館、10枚目と3枚目ですか、結構離れてます ね、番付も随分違ったんですね。立ち合いも清水館でした。ですけど横を取って伝説の決着です送り倒しまるでドリフのオチのような壁にツコーンと突っ込むやつですねそういった伝説のもう優勝決定戦と言いますね、これ。そうですね、与一山が初優勝をいたしました。この場所ぐらいでしたかね、与一山のインタビューがすごい多くて、はい、メンチ切ってんじゃねえよ、ね、あ、そうですね、もう連日インタビュールーム来ましたよ ね、この時、うん、平成25年5月6月場所をプレイバックしてまいりました。1年前でも随分やはり今とは状況が変わったもんですね。そうですね、こうしてみると
今頂点に立っている力士も平幕だったということにもなります。さあ今日の取り組みはご覧の通り組まれております。果たして1年後平成26年5月6月場所制するのは一体誰なんでしょうか。優勝争いはご覧の状況になりまして、前哨白石島2度目の優勝へ、まあ視界良好という状況でしょうか。いかがですか。もう今のねその1年前を見て思ったのが、はい、やっぱりその平幕がねあの時期って結構その新入幕だったりとか、あと平幕の力士が優勝を狙ってた時期だったと思うんですけども、はい、今こうやってこう上位の力士がまあ安定してるっていうのはいいことかなと思います。でこう白石島がねこうサクサクと勝ってるっていうのはやっぱりこの白石島こうプレッシャーがかかってなければいい相撲を取れますので、まあ、このまま狙っていきそうだなっていうところはありますよね。平成25年11月12月場所での全勝優勝がありますからね、はい、それ以来の優勝のチャンスというこの大関白石島であります。ちなみに白石島は現在7連勝中です、うん、先場所の千秋楽から数えて7連勝中です。そして追いかける4人ですね。いやまずその中に横綱が2人とも入ってるっていうのは安心しますし、はい、そこにこうベテランの東くんが、まあ、もう大復活と言っていいでしょうね、まあ、こうやって調子を上げてきているところと、はい、まあ、この若手のパンケーキちゃんがこう引けを取らない相撲を取るっていう、なんて言うんでしょう、バランスいいと言ったらあれかもしれないですけども、いろんなバラエティに富んだ力士がこの4人入ってるなっていう。そうですね。キリダンサーは平成25年9月場所の優勝以来、優勝からはね遠ざかっております。ですのでね、過去4回の優勝を誇る横綱ですけれども、5回目、さあこれもねかなり射程に収めているという状況でしょう。そしてベテラン東君が今日はキリダンサーに挑戦をいたします。一敗同士の決戦がありますからね。パンケーキちゃんが今日はパンケーキちゃんが後楽園に挑戦いたします。これも楽しみですね。すごいですね。これもですからちょっと読めないですね、どういう展開になるか。7日目幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲平成26年5月6月場所、これより7日目幕の内の取り組みであります。グレキン時に備中神楽、東方グレキン時、西前頭15枚目、静岡県出身アンビクベア、西方備中神楽、西前頭14枚目、岡山県出身ほぼピンベイ、これより幕の内の取り組みであります。さあ幕の内の相撲が始まります。引き続き実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。さあ幕の内、いきなり面白い一番というふうに言っていいんじゃないでしょうかね。グレキン時と備中神楽です。グレキン時新入幕4勝2敗です、ですから勝ち越しまであと1番です、はい、対する備中神楽3勝3敗星が五分となっています。まあ幕内キャリアではやや備中神楽の方があるんですけれども、新入幕グレキン時、技のデパートといったところを見せることができるでしょうか。幕の内最初の1番です。制限時間いっぱい、両者見合っていきょういのぶつかりました。突っ張り合いだ、右の回しありが違う、浴びせたのはグレキン時、グレキン時が浴びせて押し込んでいきました。押し出し、今日は押しでした。グレキン時、ただいまの決まり手は押し出し、押し出してグレキン時の勝ち。いやいや今日も立派な相撲です。今の浴びせがこうススッとこう体を寄せていって押していったような感じがしました。そうですね、移動がすごい静かにいきましたね。すり足ですか。すり足をスススッとこういった、びっくりし
しました。いやこれは嬉しい新入幕での勝ち越しなんですけれども、はい、どうですかこれインタビュールーム呼んでみましょうか。この後呼んでみても面白いかもしれないですね。ね、5勝2敗、はい、勝ち越しを決めています。この後インタビュールーム呼んでみましょう。来るかなどうかなってところですけど、敗れた備中神楽3勝4敗となっております。党の力に清水を化け東方党の力東前頭13枚目東別町出身大久海部屋西方清水お化け東前頭15枚目清水町出身清水町部屋さあこの後の取り組みはご覧のような取り組み組まれております。党の力と土俵上は清水お化けという取り組みです。党の力は4勝2敗清水お化け3勝3敗です。返り入幕同士の一番が組まれました。この後も個性的な力士がどんどん登場してまいります。土俵上です。さあではおインタビュールーム来てくれるんでしょうかね。先ほど勝ち越しを決めましたグレキン時です。放送席放送席勝ち越しインタビューです。新入幕で見事な勝ち越しグレキン時関です。グレキン時関ちょうど下がっていただいて ありがとうございます。いいですねいいですね。映ってませんよ同票とのバランスがあるんですねちょっとカメラが変わりましたんでインタビュールームの位置がしっくり来なくなりましたね。そうですね、はい、カメラ変わりましたからね位置ね、はい、端っこに立ちますねグレキン時々おめでとうございます。あたたっさー、新入幕での勝ち越し嬉しい勝ち越しまずは一言お願いします。感想いやこれね今まで練習してきた甲斐がありましたね。今場所もまあトーナメントから通じてですけれどもいろんな技が出ますね。いやあの父ちゃんにねてっぺん目指すならいろんなトリックして取れてるんですよ。どこで身につけたんですか。山の中ですね。あ山の中ですか。いやもう今日も押し相撲見事でしたよ。いやいろんなもの試してみたくなってね備中神楽関がもうチャーってくるチャーってくるんでこっちもチャーってきたんですよ。5勝2敗まだ優勝の可能性もあるんですけど。優勝していいっすか。優勝したら優勝賞金とか出るんすか。持って帰っていいっすかそういうの。悪い心持ってますねいや山のみんなにねお土産持ってないって、ね、怒られるんだよ。ああそっか場所の間にもうね、あの最速のメールがメールがそうですか、ではその、地元の静岡の皆さんに一言お願いします。いやーイノシシ持って帰るよ放送席どうぞ。イノシシを持って帰るなんでイノシシなのか分かんないですかなんか約束したんですかねイノシシの約束したんですかねイノシシを持って帰るそうですかグレキンと奇跡山で取れると思うんですけどですよね、はい、わざと都会に降りてイノシシを持って帰る、まあ、途中道中でなんか取って帰るんですかねこれ5勝2敗勝ち越しを決めたグレキン時新しいまた力士出てきました。さあどうなるでしょうか。来場所以降も楽しみですが今場所もこれ場合によっては優勝戦線という状況にもなりそうです。さあ土俵上です。党の力と清水お化け4勝2敗党の力押し相撲清水お化けは浴びせがあります。初顔です。制限時間いっぱい両者見合って今日のぐらいぶつかります。浴びせる対戦清水お化けです。浴びせ倒しただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して清水お化けの勝ち。速攻相撲でした。まあちょっと党の力引くことができませんでしたね。返り入幕同士の一番でした。勝った清水お化け4連勝4勝3敗としています。幕の内で初めての勝ち越しも見えてきました。敗れて党の力4勝3敗となっています。羽子板 3D1 に太陽の秋田小町エンジェル東方羽子板 3D1 西十両2枚目埼玉県出身春日部部屋西方太陽の秋田小町エンジェル
西前頭12枚目秋田県出身ほぼピンベア。さあ重量の羽子板 3D1 が幕の内の太陽の秋田小町エンジェルに挑戦です。2勝1敗重量で2勝1敗の太陽の秋田、羽子板 3D1 太陽の秋田が入って大丈夫ですか。あ、大丈夫ですね。はい。間に入ってるかと思いました。今文字の間に入っちゃってるかと思いました。はい、大丈夫ですね。太陽の秋田小町エンジェルが3勝3敗です。まあ、幕の内と十両の入れ替え戦といった様相もね、これから出てきますからね、取り組みとしてはね。非常に楽しみですけれども。羽子板 3D1 に関しては2勝1敗ですので、十両での優勝戦線に残っています。両者を沈もう。制限時間いっぱい。両者目やって強引投げでぶつかりました。立ち合い変化を見せた両者ですが、押し込むのは羽子板 3D1 が押し込んでいく。内掛け太陽の秋田小町エンジェルの勝ち。ただいまの決まり手は内掛け。内掛けで太陽の秋田小町エンジェルの勝ち。これはやはり幕の内でのキャリアの差を見せたか。うまい相撲でした。そうですね、まあ確かに力では負けてたんですけれども、一瞬の隙をつきましたね。まあ羽子板 3D1 がちょっと勝ちを確信した瞬間を狙いました。見事でした。勝ったのは太陽の秋田小町エンジェル4勝3敗としました。敗れた羽子板 3D1 2勝2敗となって、重量の優勝戦線から一歩後退となっています。カスカビアンに大平川山、東方カスカビアン。東前頭10枚目埼玉県出身ほぼピンベア。西方大平川山、西前頭11枚目栃木県出身カスカベベア。カスカビアンと大平川山です。カスカビアンが2勝4敗後がありません。大平川山も2勝4敗、こちら新入幕後がありません。両者押し相撲です。制限時間いっぱい。両者見合って強い投げでぶつかりました。足をかけて、おっといぞりです。大平川山の勝ち。ただいまの決まり手はいぞり。いぞりで大平川山の勝ち。カスカビアン負け越しです。カスカビアンの浴びせはあまり見ないんですけれども、この小兵に対して浴びせるって相当ちょっとカスカビアン追い込まれてましたね。そうですね、焦っちゃいましたね。これね、焦っていってしまいましたね、はい、勝ったのは大平川山3勝4敗としています。敗れてカスカビアン2勝5敗で負け越しとなってしまいました。ハッピー新潟に千歳マン、東方ハッピー新潟。東前頭12枚目新潟県出身ほぼピンベア。西方千歳マン、西前頭8枚目千歳出身千歳ベア。幕の内通算50勝に王手の千歳マン。ハッピー新潟案は今場所持ち味を発揮しています。勝ち越しまであと1番です。4勝2敗同士の一番、千歳マンは勝てば幕内通算50勝目となります。ハッピー新潟ですが引き技もあります。気をつけたい。千歳マンは浴びせたい。制限時間いっぱい。両者見合っていけい投げでぶつかりました。投げで突き通しです。ハッピー新潟の勝ち。千歳マンどうした。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒してハッピー新潟の勝ち。今浴びせに行こうとしてバランス崩したんですかね。そうですね、でそこにハッピー新潟のまた見えない手が一瞬ボッと出てきて倒れてしまったという、ちょっとあっけなく倒れてしまいましたね。そうですね、バランスを崩して耐えきれませんでした。勝ったのはハッピー新潟、5勝2敗で勝ち越しを決めています。土俵滑ったのかもしれませんね、これね。敗れた千歳マン4勝3敗となってしまいました。備前焼にことにミラクルスター、東方備前焼。東前頭8枚目岡山県出身ほぼピンベア。西方ことにミラクルスター、西前頭13枚目札幌市出身タックベア。ミラクルミラクル、一緒にどうぞ。ミルクとプロテイン、ミルクとプロテイン、マッチョマッチョマッチョ
今の歌何ですか。僕思うんですけど、あのマッチョの人ってなんかミルクにプロテイン入れて飲んでません？いや、まあなんかイメージでね。イメージで。ええ。そうですね。ミラコーと関係ないんですけど。で特にあの最後のマッチョ3連発の歌詞はもっと意味わかんないです。いや、皆さんの夢に出てきてうなされればいいかな。マッチョが。さあ、土曜城。1勝5敗の備前焼、今場所元気がありません。ことにミラクルスター2勝4敗、守り続けている本場所幕の内の座が危うくなっております。浴びせていけるかミラクルスター。備前焼は押し相撲、制限時間いっぱい、両者見合って強い投げない、ぶつかりました、引きつけた、備前焼の相撲、寄っていく、寄っていく、寄る、土俵際ことにミラクルスター、ミラクルスターに軍配です。物いい、物いいです。あー、左足ですか、備前焼。マッチョマッチョマッチョ何の歌なんでしょう、これ。勝負審判、元横綱タッグです。左足、左足ですね。でミラッコが浮いてるんですよ、ね、あ、浮いてますね。ギリッギリですね。ギリッギリです。残しますね、これ。わかりました。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配はことにミラクルスターに上がりましたが、備前焼の左足が先に出ており、軍配通りことにミラクルスターの勝ちであります。ことにミラクルスター、ただいまの取り組みは備前焼に勇み足がありましたので、ことにミラクルスターの勝ちであります。勇み足ですね。そうですね、勢いはあったんですけども完全に勇んでますね。寄っていってもう盤石だったんですけど、ミラクルスターがもう振りほどけずにいたんですけど、そうですね、あのまま行けばよかったんですけどね。左足が出てしまいました。勝ったのはことにミラクルスター3勝4敗です。敗れて備前焼1勝6敗となってしまいました。心臓人間札幌に富士の牛島、東方心臓人間札幌、西前頭9枚目札幌出身タックベア、西方富士の牛島、西前頭6枚目埼玉県出身ほぼピンベア、4勝2敗の心臓人間札幌と3勝3敗の富士の牛島です。さあ、この対戦は過去はありましたっけ。1対0ですか、富士の牛島がリード。寄っていけるか心臓人間、勝ち越しまであと1番、富士の牛島浴びせていけるか。制限時間いっぱいです。両者見合って脅威投げで、ぶつかりました、引きつけて切り返しを狙うのは富士の牛島、こらえるな心臓人間、引きつけ合う両者は富士の牛島に軍配です。富士の牛島が勝っています。テーマソングが流れますか、久しぶりに流れる気がします。ただいまのただいまの決まり手はうっちゃり、うっちゃって富士の牛島の勝ち。決まり手うっちゃりになりましたね。まあ完全にフジロックからのうっちゃりっていう感じになりましたね。まあでもあれですね、完全にロックで絡が固めましたもんね。そうですね、心臓人間もまあ前に出て良かったは良かったんですけどね。そうですね、はい、捉えたのかなーっていう感じはあったんですけれども ね、 そうですね、逆に捉えられてたんですね。あれは捉えられてたんですね、これね。勝ったのは富士の牛島です。4勝3敗としています。敗れて心臓人間札幌4勝3敗です。水戸千葉に湘南トカゲ。東方水戸千葉、東前頭6枚目、茨城県出身茨城部屋。西方湘南トカゲ、東前頭11枚目、神奈川県出身神奈川部屋。背中がくるー。ウェルビジョン。ウェルビジョン背中、ウェルビジョン、ウェルビジョン背中、ウェルビジョン、ウェルビジョン。そのままそれで対戦しててもいいですね。それで、まあ、そのまま勝敗どこでつくのかって話じゃないですけど。さあ、まあ本当個性あふれる両者の対戦です。そうですね、水戸千葉4勝2敗、湘南トカゲ4勝2敗。こういう個性あふれる力士たちがね、もうどんどん上位に上がっていくと、これはまた上位陣はもう脅威になってきますね。これはね、別の意味でも。そうですね。さあ浴びせていけるか湘南トカゲ。
今立ってますこれ湘南トカゲは、ああ大丈夫なんですね、大丈夫なんですね水戸千葉、さあくるっと回れるか背中がくるか、制限時間いっぱいです。両者見合って一挙流れ、ぶつかりました、浴びせるのは湘南トカゲ、引いていったかどうだ、水戸千葉の手か湘南トカゲの体か、湘南トカゲに軍配です。物言い、物言いです。マッチョマッチョ勝負審判元横綱タッカーが謎の歌を歌いながら出てきます。いや同時かな、どうかな、同時っす水戸千葉の手と湘南トカゲの体だよね、だよね、だよね、マッチョマッチョマッチョの歌だあの多分全国のお子様たちが多分ね一生耳から離れない歌にでもお母さんからしたらやめなさいそんな歌お母さんに止められる歌だとそんな歌歌うのやめなさいなんなのマッチョって怒られるよ、怒られるこの歌歌ったら怒られるよなんでしかもタックのテーマソングになってるんですか意味がわかんないですよねよっぽど気に入ったんでしょうねただいまの競技につきましてご説明いたします。行司軍配は水戸千葉に上がりましたが、あ、湘南トカゲに上がりましたが、両者手がつくの同時と見て取り直していたします。取り直し、もうほんと同時ですね。そうでしたね、ただ水戸千葉も引こうとして引ききれなかったところが、まあ、湘南トカゲ粘り良かったですね。そうですね。さあ、まあ好調な2人の対戦ですからね、勝ち越しをかけての一番、取り直し、制限時間いっぱい、両者見合って強引のぐでぶつかります、引いていくのは水戸千葉、浴びせるのは湘南トカゲ湘南トカゲ物言い、物言いです。勝負審判元横綱タクです。マッチョマッチョマッチョだいぶ気に入っちゃってるから歌えない、あの水戸千葉ついてないです。あのじゃあ水戸千葉先に足出たんですよ、足が出た、足出ました当時足出て浮かしましたかじゃあ取り出します、どうし同時湘南トカゲ、湘南トカゲつく前に多分水戸千葉の足出てたんですよ、ね、先に出てたかな、じゃあ湘南トカゲかなこれは、そうですね、はい、わかりました、マッチョマッチョ、ただいまの競技についてご説明いたします歌が気になる勝負審判は、じゃなくて勝負審判のことしか考えられなくなっちゃう、あの歌でも勝負審判のことしか考えられなくなっちゃってるじゃないですか、思考能力が僕は紹介しようとしてやべ、乱すなこいつ行司軍配は、湘南トカゲに上がりましたが、水戸千葉の足が先に出ており軍配通り湘南トカゲの勝ちといたします。湘南トカゲ、ただいまの決まり手は押し出し、押し出して湘南トカゲの勝ち、もうやだよあの歌何ですかあれ流行ったらあれですよ、来週のこの本場所の中継であの謝罪してもらいますよ子供たちの中で流行っちゃったら、全国の小学校で流行ったら謝罪ですねこれお母さんに向かってお母さんに向かってすいません教育上良くないな今ちょっと足水戸千葉先に出ましたね、出てから浴びせたということですね、はい、はい、ですので湘南トカゲが残っておりました。勝ったのは湘南トカゲ5勝2敗勝ち越しとなっていますけれども、なんか今の勝ちはタックな気がしちゃったんですけどタックが全部持ってったみたいな感じで、敗れて水戸千葉4勝3敗となっています。しのろの星に赤鬼丸、東方はしのろの星、西前頭7枚目、札幌出身しのろ部屋、西方は赤鬼丸、西前頭5枚目、登別出身登別部屋、ノンホモチナイズだ。さあ今場所元気がありません赤鬼丸です。今のねノンホモジナイズドっていう言葉にもちょっと元気がね感じられませんね。1勝5敗です赤鬼丸。
ミトセンバじゃないんですよ。さっきの一応シノロの星は2勝4敗となっています。ちょっと思考能力がだいぶ弱ってしまってます私です。頭の中がもうねマッチョでいっぱい何か誤解されてしまいそうです。頭の中がマッチョでいっぱいはダメでしょ。それもでもあなた今そういう状況でしょ。もう全てにまた誤解を受けるような発言になるんですよ。鼻を使ってどうするか。シノロの星、押し込めるか。赤鬼丸、制限時間いっぱい。よしやって今日のぶつかりました。突っ張り合いです。距離を取った。はたき込み、シノロの星の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み。はたき込んでシノロの星の勝ち。赤鬼丸ばったりですね今日も。そうですね、シノロの星がやっとエンジンかかってきたなっていうのと、ね、対照的に赤鬼丸がもう全然調子上がんないですね。足が揃っちゃってますもんね。勝ったのはシノロの星、3連勝3勝4敗です。敗れて赤鬼丸4連敗1勝6敗となっています。日田高緑山に清田のんちゃん。東方日田高緑山、東前頭5枚目、岐阜県出身ほぼピンベーや。西方清田のんちゃん、西前頭10枚目、札幌出身タックベーや。幕の内前半戦は最後の一番です。日田高緑山と清田のんちゃん。日田高緑山1勝5敗、清田のんちゃん2勝4敗。過去は清田のんちゃんが3対0という成績です。浴びせていけるか清田のんちゃん。日田高緑山押し込んでいけるか。制限時間いっぱい、両者見合っていきょいのぐでぶつかりました。引きつけ合う日田高緑、いや浴びせましたのは清田のんちゃんです。ただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して清田のんちゃんの勝ち。清田のんちゃんの浴びせ今日は良かったですね。そうですね、緑山も浴びせ狙ったんですけども清田のんちゃんが1枚上手でしたね。清田のんちゃん勝って3勝4敗です。敗れて日田高緑山1勝6敗となってしまいました。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成26年5月6月場所の7日目の取り組み、幕内前半を終えております。さあこの後はいよいよ後半、優勝争いの力士たちもどんどん出てまいります。優勝争いはご覧の通り、全勝白石島1敗で4人、横綱キリダンサー清水館、そして小結びのベテラン東くんと若手伸び盛りパンケーキちゃんという、そういった構図になっています。どうぞこの後ご期待ください。この後は幕内後半戦です。白石島対清水館の取り組みも今日は組まれています。